今日午前10時のハブアット前、パルタマの周りに作業服姿の人たちが。結構たくさん。さあ何が行われているかと言いますと、故障したポンプの取り替えの作業をやっております。まあ、新しいポンプを入れて、また循環させることでグラニットボールがまた動き出す。動かなくなって4ヶ月、復旧に向けた工事がようやく今朝始まったのです。いよいよですね。通りかかったこちらの男性もパルタマが気になっていたようです。写真撮ってる。今日の午後には回り出すそうです。ああ、それはいいことだ。あの噴水が出てね、いいことよ。待ち合わせ場所だから、ハチ公と一緒よ。私も東京いたけどね。ポンプの設置が終わり、工事開始から2時間、ついにパルタマの養生が剥がされます。さあ果たして無事に動くのか。ポンプのスイッチが入ります。どうでしょう。動き始めました。動いた。すごい。こうやって動き出すんだ。職人たちの力で再び回り始めたパルタマ。関係者の皆さんも心なしか嬉しそうですね。回してますね。バッチリ元通りになりました。お待たせしました。これまで待ち合わせ場所とかいろいろご活用いただいてたかと思うんですけど、また変わらずですね、皆さん写真でいただければなと思います。34年にわたって県民に愛されるパルタマことグラニットボール、今日から再び回り続け歴史を刻んでいきます。